新年おめでとうございます。皆様にとって幸多き年となりますよう心からお祈り申し上げますとともに、そのために国政の場で全力を尽くすことをお誓い申し上げます。再び緊急事態宣言が発出されようとしています。後手後手に回る政府の対策にもかかわらず、国民の皆様の高い公衆衛生意識と我慢強さでここまで参りましたが、非正規労働を中心に多くの人々が職を失い、自助を強調する政治によって生活困窮者に支援の手が行き届かない状況に、政治は恥じるべきと厳しい批判の声が上がっていることを重く受け止めています。感染症が収束に向かわなければ国民生活の回復、経済の再生はありません。効果的な感染症対策を講じるには、営業の自粛と収入補填はセットで行うこと、ギリギリの状態で踏ん張っている医療・介護の現場などに財政及びマンパワーの支援を最大限行うこと、それらを盛り込んだ特措法改正案を我々は昨年末の臨時国会に提出しましたが、審議もされませんでした。国民生活を救うために政権を奪取したい、そう強く思います。問題は本当に山積しています。アフターコロナの成長戦略、拡大する格差、進む超少子高齢人口減少、地球温暖化が一因ともされる自然災害の頻発と新興感染症の発生、激変する国際情勢に対処するための外交安全保障、待ったなしの北朝鮮拉致問題、不条理を解決するのが政治の使命であると改めて肝に銘じ、一歩一歩進んでまいります。本年もご指導ご支援どうぞよろしくお願いいたします。